皆さんこんにちは、こんばんは。ゲームある08911です。今回ですね、作品が届いていたので、そちらの紹介をしていきたいなと思います。このちびぬいはテレ屋さんで買った猫用のメガネと、このクマちゃんですね。はい、安定に裸です。こんな感じで、で作品なんですけど、テイク2になっちゃうんですよ。なぜかというと、泣いてしまって、ちょっと言葉にならなくて、泣いてしまって、ちょっとやばいなと思ったので、テイク2です。はい、泣きませんよ。はい、見ちゃったのですいません。はい、で今回、作品を送ってきていただいた方が、安田くん担当さんのブルーエイターさんですね。はい、ありがとうございます。ちょっと連絡が来て送るっていうのはしてたんですけど、まさかの作品に泣かされたっていう、はい、感じになります。ではちょっと紹介していきますね。ちょっとこんな感じで、今日は切っちゃってテイク2なんで、ちょっと一旦伏せますね。はい、伏せます。いやー、ちょっともうほんと暑いし、コロナがいっぱいやわ。もうちょっと大変なことになっております。はい、コロナになってませんか？私もコロナにはなっておりません。よし、じゃあちょっと見せていきたいですね。はい、お待たせです。はい、で中にはこのキツネの、メッセージカード、ありがとうございます。この裏にメッセージが書かれてて、個人的に読みさせていただきますね。はい、ありがとうございます。ちょっと私も送るので、で、この茶色の封筒の中に、この根付けストラップですね。これすごく懐かしくて、マルタなら知ってるんですけど、マルちゃんが多分北海道、札幌公園行った時に買ったストラップっていうやつですね。いやー、やばい。ありがとうございます。安定にここもオレンジっぽい感じなんで、ちょっと大切にしたいと思います。ありがとうございます。はい、で開けますね。で、こちらの中ですね。北海道ってキツネ、タヌキや、あ、クマいてるわ。いやー、やばよーって感じ。歌舞伎みたい歌舞伎にまたまたまあ、はい、ありがとうございます。この中にですね、ちょっと伏せますね。伏せ2回目。よし、ちょっと開けていきたいと思います。やばいここで泣いたんよ、ほんとテイク1で。もう、はい、私です。こんな感じで、いやー、目撃なんですよ。そうなんですよ。で、初めて開けた時にはこの子が裏返ってたんですよ。それを見せたかったんですけどやばすぎて、僕ちょっと乗せれないなと思って、テイク2になってます。こんな感じで、このね、モケケを北海道行こうかなと思ってたんですよね。いろいろなんかフレンドとかいたんですけど、これを買いに行こうとしたんですよね。行ってこれを本当に買おうとしたんですけど、いただいたので行く買い物したいなっていうのがちょっと一つなくなっちゃいましたね。はい、ありがとうございます。めっちゃ可愛くないですか？3体もいるのがちょっとやばいですね。この子は多分鮭なんですけど、この子鮭めっちゃ可愛いな。いや、めっちゃアップ。こんな感じなんですけど、このモケケは本当に北海道しかなくて、オレンジで鮭はもう最高ですね。はい、ありがとうございます。で、この真ん中の子、トウキビ、サトウキビじゃないや、トウキビって何なんだろう。トウキビはこんな感じで、こうちょっと目が大きいですね。この子に比べるとちょっと大きいんです。中ブルーで、で、グリーン入ってて、ここがオレンジっていうね、素晴らしいですよ北海道
この口もいいですね、トンキビちゃんね。トンキビちゃんとシャケちゃん。で、このね、もう一体。もう一体もシャケちゃんですね。いやー、ありがとうございます。もうあの、モケケだらけですね。やばい。ありがとうございます。私もまたね、あの、送りつけたいと思います。めっちゃ嬉しくて、あの、泣いたんですよ。はいはい。で、あの、この間送ってきていただいた方と同じで、名古屋のモケケちゃんもいてるんですが、モケケちゃん4体になりましたね。ありがとうございます。大切にしたいと思います。あ、ちょっとドライヤーつってごめんなさい。はい、こんな感じですね。はい、あ、めっちゃ嬉しい。私もまたあの限定のもの送りたいと思います。ありがとうございます。大切にしたいと思います。1個はね、あの、使いたくて1個購入にします。はい、ありがとうございます。いやー、ちょっとこんなにあのいただいて本当にありがとうございます。ちょっとね、あの、仕事関係でちょっと休まないといけないこともあったりとかして、メンタル面で結構 やられてた時やったので、すごく助かりました。ありがとうございます。私も何かまた送らさせていただくので、いつ届くかわからないので待っててください。はい、今回はクリエイターさんの作品の、テイク2動画になりました。はい、ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。ブルーエイターさん、バイバーイ。